皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はゲストが来てくれてます。シンガーボイストレーナーのイクさんです。毎度ボイストレーニングボーカルコーチのイクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやありがとうございます。もうはるばるこちらこそでございます。イクさんは普段どういう活動をされてるかをちょっとご紹介いただいてもいいですか。はい、基本的には、レッスンを京都でしていて、あとはオンラインでもレッスンさせていただいたりとか、でたまにライブをしてるぐらいです。昔ほどはもうしてないです。ああなるほどなるほど、はい、イクさんもね YouTube をやられてたりとかもされていますね。言わないでもう2年更新してないと思います。いやでもね、イクさんのそのインスタでなんかその演奏されてたりとか、はい、まあ、歌われてたりとか映像がこうあるんですけども、はい、飛び抜けてすごい上手というか、なんか本当にそのボーカルに表現力がある方だなと。ちょっと今日そんな褒めてもらえるあれなんですか。ちょっと後で、はい、5000円ぐらいちょっと。やばい、まあまあ褒めてくれんじゃん。ドラムも歌を大事にしなさいとか、こう歌うようにその演奏しなさいとか、この歌を際立たせるドラムがこういいドラムとこうされてたりもするんですけども、ドラムの演奏とかドラムだけで考えても、まあ、それって解決することって、まあ、全然できないというか、なので、まあ、こう実際にボーカルの方、まあ、シンガーの方にちょっと話を聞いて、どんなドラムが、まあ、一体歌いやすいのかっていうことを、聞きたい。このボーカリストが歌いやすいドラム演奏の意識とはというね、はい、テーマで今日はやらせていただこうと思ってるわけなんですけども、なんかボーカルってよくよく考えたらすごい楽器やなと思ってて、まあ、言ったらもう体一つじゃないですか。そうですね。ね、ものにその自分がもう個性となるので、ね、ドラムとかやったらこの曲によってスネア変えようかとかドラムセット変えようかってなるんですけどね、はいはいはい、ボーカルって曲によって声帯変えようかとはなかなかならない。本当にもう個性、ね、それに対してやっぱその他のパートが、ね、寄り添ってあげて、まあ、歌いやすくしてあげるのが、まあ、本当にこういい演奏につながるんだなっていうのは思うんですけど、今回ちょっとそんなことで実演も交えながらやっていこうと思うんですけども、はい、まあ、まずちょっといろいろシンガーの方というかね、イクさんにいろいろお話をお伺いしてもいいですか。いいでしょう。美しい。いいでしょう。いいでしょう。そんなことで今日は、すいません、はい、よろしくお願いします。ではですね、ちょっといろいろお聞きしていこうと思うんですけども、ボーカリストにとってドラムってどういう存在なんですか。めっちゃ考えたんですけど例えばなんかベーシストの方は、うん、ドラムって指揮者だよっていう人が多くて、ドラムは本当にこう指揮を取ってくれて全体をこのまとめてほしいみたいなことを言う人も多くて、うん、いやもうまさにそうなんですけど、なんか違う言葉で言いたいみたいななんかないかなと思って探してたんですけど、でもなんかもうリーダーとかしか出てこへんし、あーでもやはりそういうような認識なんですね、うん、そうなんか、っていうかもうドラムが変わると、もう同じ曲でも全然変わっちゃう、違う曲になっちゃうから、確かに確かに、私はでもそれをまあ面白いなと思って、結構そのドラムの人に合わせて歌いに行ったりもして、その人の何やろこの曲バージョンにしてもらうみたいなこともあるんですけど、でもそれぐらいもう、もうあなたが決めてくださいみたいな、あなるほど、リーダーみたいなイメージ。あなるほどなるほど、まあ、割とじゃあその全体的なその楽曲の方向性というか何やろ、もうあんまりもうこっちに合わせてもらうっていうよりかはもうどしっと構えといてもらった方がボーカル的には歌いやすかったりするんですかね、でもただ私も歌の癖がすごくあって、結構その後ろにこうボタって歌っちゃうから、どん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 遅くなってくる子とかはあんまりやっぱ早くとか逆に早くなっちゃう、曲中でもめっちゃ変わっちゃう子は歌いにくいから、そこのその、これですこれでいきます BPM これでいきますって決めたら、基本それに忠実であってほしい。なるほどなるほど、そこに乗せていくんだみたいな。なるほどね。結構ね、まあ僕も結構よくある癖なんですけど、そのボーカルに引っ張られるあるあるってドラムって結構あって、なんかその歌い方の癖っていうよりかは、まあ、表現になると思うんですけど、それこそ美空ひばりさんみたいな感じで、もうすごいこうもたってあえて歌うっていうところに、なんかスネアの位置がそのままおーって引っ張られるみたいなっていうのはあるあるなんです。
けど、まあ、それはもうできればこうしっかりとこうキープしておいてもらった方が、まあ、歌いやすいっていうところなんですね、うん、歌いやすいです。あ、なるほどなるほど、うん、だからこっちが引っ張ってもうて、うん、いや戻っといでみたいな、その綱引きをあ、なるほどなるほど、してしたい、ちゃんしたいとかしてほしいリードを持っておいてほしい。あ、なるほどね。飼い主かなあ、そういうことですね。だからこのもう言うたらいろんな電柱には行くけどもちゃんとこのこっちまっすぐ行くっていうことは決めといてほしいっていうね。あ、なるほどなるほど、そういう意識か。あ、出たかも。飼い主ですね。これは名言やな。ボーカルはそのドラムの何を聞いているのかっていうところもちょっと聞きたいなと思って、例えばそのバスドラ、スネア、ハイハット、それのどの部分を聞いているとか。私は結構曲のそのパートによって聞いてるとこが変わってて。あ、なるほど。なんか A メロは、うん、あのスネア聞いてたりとか、基本的にはスネアを聞いてるんやけど、ハイハットも結構聞いたり。あ、なるほどなるほど。だから場所場所によって聞いてる音はほんまに変わってる。例えばシンバルの頭の音を聞くこともあれば、うん、まあ、ハイハットの音を聞くこともあるし、まあ、バスドラスネアの音も聞くこともあるし、そう、まあ、それはほんまにでもあれですよね、なんかその時によるということにもなりますよねきっとね。そうそう、多分その時、ね、こっちの電柱にいた時はというところですよね。まあでもそうか、そうなりますよね、うん、だからなんかその曲のノリというか、うんうん、のとによって変わっちゃうから、やっぱでもしっかりそのリズムを感じなあかん時はハイハットの細かいやつを聴いてるし、でサビとかになるとキックとスネア聞いたりとか。あー、うん、なるほど。割と全体的に捉えてるっていう感じですか、ね、各パーツをこう聞いてそこにフォーカスするっていうよりかは全体的に捉えて、うん、で集中したい時にそこにフォーカスを当てて聞くみたいな。すごいです、言語化が。その通りです。はい、はい、リードを持ってますからすでにそう、ボーカルはその拍をどのように捉えてるのかっていうのもちょっと聞きたくて、例えばこう1、2、3、4っていうこの、まあ、こう拍があるとするじゃないですか。で例えばドラムってこう、ね、8ビートなどを演奏した時って、まあ、2拍目、4拍目のスネアが、まあ、2、3、4にこの合わせてこう演奏したりとか。でなんかこの前のベーシストの方に聞いたのでは、この1、2、3、4、あ、1、2、3、4、あみたいになんか裏の音を大事にしてるっていう人もなんかいたりして。グループ先生です。あ、そうそう見てくれてましたねそう、なんかそのどのようにその拍を捉えて歌ってるのかなっていうのはちょっと気になったかなと思うんですけど。いや、無意識あーでもまあそうか、無意識なんですよね。なるほど。でもなんかでもやっぱ2、4を結構やっぱ大事にしている、まあ、スネアの落ちるポイントですよねとか、うん、でもあとそうやな、あと言葉がどの拍にはまるか、あ、なるほど、によって、うんうん、そのまあ、1、3なのか2、4なのか分かんないですけど、で歌って息継ぎがあるので、はい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 、うん、でそれを、うん、それこそグループ先生のあ、はい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 、1、2、3、4、あ、あって吸ったりするんで、あ、なるほどなるほど、あ、そうか、なので、うん、そういう意味ではでもボーカルってね、まあ当たり前やけどめっちゃリズム大事ですよ。めちゃくちゃ大事です、ね、このまあ言ったら息を吸うタイミングをこうね持ってないといけないというか、ボーカルってそう考えたらすごい大変ですよね。なんか例えばリズムへの意識もあるし、うん、まあ、こうメロディーへのこう意識もあるじゃないですか。そうです、ね、で歌詞への意識というか、もうすぐ忘れる、めちゃ全然めちゃいろんなとこにねこう気を配ることがありますね。でもボーカルってよく考えたら、でも他の楽器もきっと、あ、じゃあエフェクター踏むこととかあんまないんでこっちは、まあそう、まあそうか、ディストーションならへんみたいなことはないですね。なるほど、まあでもそうか、そう、まあそれこそこれさっきの話にもちょっとつながるかもしれないんですけど、こうドラムはこう自分に合わせてほしい、それとも合わせてほしくない、うん、これなんかどっちかっていうのはありますか、演奏中に。なんかわがままなこと言うと、うんうん、合わせてほしくないけど合わせてほしい合わせてほしいけど彼女じゃないなるほどなるほど。だからそのさっきも言ったようにこう、うんうん、私がわーって言ってしまったら、うんうんうん、いやいや戻っといてって、はいはいはい、なるほどなるほど言ってとかやってほしいし、うんうんうん、で一緒になって走ってくれる時も、ね、そうですそうです、あるし、だからその歌とさっき の言った歌とこのフィルがあったりとか、うんうん、なるほどなるほど、なんかこう
うん、結構はめたりするのも好きなんで、言葉とそのリズムを、はい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 、でそういうのをしっかりやってくれたりするといいし、うんうんうん、それってなんか、ね、例えばその同じ曲を演奏したりするじゃないですか、その違うライブとかで、はいはい、その日によって変わったりしますか、例えば同じ曲の同じサビでもその日によって合わせてほしかったり、その日はなんかもう合わせてほしくなかったりとかいうのは、あ、そこまであのメンヘラじゃないなるほどなるほどあのここはもうちゃんと決めたいっていう時はもうそこはちゃんと決めていこうみたいな、基本的にはじゃあそのボーカルの方が、まあ、自由にもうわーって羽ばたいてる時は、まあ、あんまりドラム的にはそこにこう寄らずに、とりあえずリードをちゃんと持っといて、そうですそうです、でまあリズムをキープしつつ、そうです、一緒に走れそうやなと思ったらこう走っていくみたいな、なんかそうです、あのこっちが盛り上がってきとんなの時ちょっと音量を出していくみたいなとか、はいはいはい、なるほどなるほど、一緒にこう来てくれたら、はいはい、なるほどなるほど、飼い主の言葉が最高すぎて、うん、ハマりすぎてそんなことでじゃあちょっと実演しながら、やっていけれたらなと思うんですけど、まあ、実際ちょっとドラム叩きつつ、なんかその3点のこう音量バランスであったりとか、まあ、スネア自体のその音であったりとか、なんかいろいろちょっと試しながら、やっていこうと思うので、それではちょっと実演をやっていきます。はい、お願いします。はい、はい、それでは、実演をしていきたいと思うんですけどもあのあいみょんの、あのマリーゴールドっていう曲、まあ、この合わせてというか、まあ、それを二人で合わせながらちょっと実演をしていきたいと思うんですけども、なんか僕がちょっといろんなこのバージョンのドラムを叩くので、なんか一体どれがやりにくくてどれがやりやすかったのかを判断していただければと思いますね。かしこまりました。はい、ちょっといろいろ、はい、いろんなバージョンでやってみてもいいですか。もちろんです。なんかシンバルが大きい人もね、中にはいれば、バスドラでっかい人もいたりするので、はい、なんかちょっといろんなバージョンでいろいろやってみてもいいですか。わかりました。じゃあ何が飛び出してくるかを、じゃあちょっと怖い内緒にじゃあ頑張ります。はい、いきます。主張が主張してきたなって感じですね。今のはなんかシンバルをなんか割と大きく鳴らしてるというか、そうバーンとこう割と、まあハイハットこのクラッシュが割とこう大きめに鳴らした演奏をやったんですけど、うんうんうん、そうするとこっちもなんか頑張らないとみたいななるほどなるほど、負けてはいけないみたいな、あ、なるほどなるほど、なので結構しんどくなります、うん、あ、なるほどなるほど。じゃあちょっとこんなんどうでしょう。あ、でもよく分かってくれましたね。そっちに持ってかれちゃいましたね。なるほど、スネアを強調してみたんですけども、やっぱそっちに割と引っ張られそうにはやっぱなってしまう感じですか、うん、歌い回しも変わっちゃった気がします。あ、なるほどなるほど、あ、なるほど、はい、これは面白い検証やな
今さっきまでそこにアクセント入れてへんかったけど、あ、なるほどなるほど、なんやろ、一緒にやってるドラマーの癖によってちょっとやっぱこっちの表現が変わってくるというか、そう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 、ほんまに引っ張られちゃう、ね、なるほどなるほど、ちょっとこんなんどうでしょう、はい、麦わらのフレディかな。フレディかな。力強い。バスブラがなんか割と主張してくるのってどうですか、その。いや、曲によったらいいですけど、この曲ではねっていうね。マリーゴールドではない。ないっていう。まあもちろんでも曲によりますよね。なんかそれこそスネアがこうバンと前に出てきてほしい曲も、まあ、もちろんあれば。そう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 。でもやっぱりキックがしっかり出てきた方が。あ、なるほど、芯が ドスドス来てこっちも、うんうんうん、こっちも盛り上げてもらえるみたいな、あ、なるほどなるほど、なんか今例えばそのシンバルでかいバージョン、うん、まあ、スネアでかいバージョン、うん、まあ、こうバスドラでかいバージョンを、まあ、ちょっとやってみてたんですけど、うん、なんかこの3つの中でやったらどれが一番やりやすいとかっていうのありますか。まあ割となんか極端な演奏をしてるから。まず一番やりにくかったのが、はい、やっぱスネアが主張してくるやつ、なるほどなるほど、なんかそこにいてほしくないところにめっちゃ主張されると、なるほどなるほど、やっぱそこに引っ張られてこっちがやりたい表現がやっぱできないから、うーん、今そこにはいないで、あ、なるほど、特にやっぱ歌詞と被りやすいところでもあるんですね。あ、そうかもしれない、うん、ね、スネアの子を出ると、ね、歌詞聞かせたいところでスネアが俺やでみたいな感じで来ると、そう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 、ちょっとなんか表現が邪魔しないでくださいみたいなところになっちゃってるのかな。うーん、で、まあ、キックが強いのは、うん、やっぱその曲調やし、うんうん、この3つの中でやったらシンバルがでかいのが一番マシかなって感じ。なるほど、逆に、あ、へー、なるほどなるほど、なんやろう、なんでやろう。まあでもやっぱり単純にボリュームかな。でもキックのデカさってやっぱすごい強いから、このボーカルの喉の負担にすごく関わってきて、あ、なるほどなるほど、頑張りすぎちゃうかもしれない。だから頑張らなくていい方が新丸やったっていう、あー、なるほど、感じかな、私の場合は。曲としての、はいはい、そのドラムの良さというよりかは、うんうんうん、ボーカルにかける負担みたいな、はいはいはい、なるほど、の量の違いって感じやった。なるほど、だ実際演奏してもやっぱ真後ろにいてとかもあって、むちゃくちゃでかいと、うんうんうん、モニター環境とかにもよるんですけど、はいはいはい、なんかそれですごいこっちも疲れる時があーなるほどあるから、うーん、って感じかな。今それ近いから余計に、まあ、特にそうですね、しかも真後ろに頑張らない。前から浴びてるっていうのも参考じゃないかと、すいません。音楽的な動向云々よりは、うんうん、ボーカルとしては、うんうんうん、っていう、でも逆に、うん、そのみんなでアンサンブルするときにそこでも話し合えるとめっちゃいいっすよね。なんか、うん、例えばその歌ってる人に対してなんか今のこのどうやろみたいな感じ、うんうん、ドラムの人の立場から聞いて、こうバスラもちょっと落とした方が歌いやすいとかっていうのをなんかこうね、その場で割と選択して、まあそれももちろん場所にやるやろうから、うんうん、その場でね、こう選択してちょっとね、この話し合っていい演奏につながるのがベストですよね、うん、間違いない。なるほど、ちょっとこんなんも試してみていいですか。はい、ちょっとこんなんどうでしょう。麦わら
てかぞいわ言う聞いちゃうから、はい、結構なんかねドラムってなんかこう手癖で結構こういう場面でなんかいろいろ入れちゃう人ってこう多かったりするんじゃないかなと思うんですけど、こういうのはこうどうですか、やめてって言うと思います。そこそんな多くなくていいんで。なるほどなるほど、歌いづらいんでって言ったことあります。僕もやっててなんかすいません思いながらやってたんですけど笑ってもうと思ってまあでもそうですよね、こう手数の多さってこう難しい。だからなんやろ、こうドラマーでも手数多くしてもなんか歌の邪魔をしてない人もなんか中にはいてて、その辺はなんかすごいこうドラムのバランスというか技術のやっぱ高さになるんじゃないかなと思ったりはするんですけど、でもやっぱりそうですね、基本的にはやっぱ歌をこう活かす中ではやっぱ手数は、ね、そうですね、多くしない。叩きたいのは分かるけどってかっこええよって、かっこええけどっているよっていう感じですね。なるほどなるほど、寄り添ってくれよって思いますね。なるほどなるほど、はい、これ総合的にそうですね、ちょっと僕が今のこの情報を聞いてちょっと総合的に僕なりの演奏をしてみていいですか。緊張しますけどやりましょう、ちょっと一回やってみていいですか。いきます。麦わらしました優しさを感じました、ね、今、はい、優しさを感じましたか、はい、優しさを出せたものだってあ、よかったなんか今までは全音を、はい、わーって、なんやろ、はい、揺れたマリーゴールドに似てるみたいなで出してたの、うん、似てるみたいにあ、なるほどなるほど、はい、なんかドラム的なイメージではやっぱ今までっていうかね、今までの演奏はやっぱドラムのことしか考えてなくて、バスドラでっかくちょっと鳴らそうとか、スネア大きく鳴らそうとか、シンバル手数みたいなことしか考えてなかったんですけど、一番最後やっぱ一番歌をこう聴いてというか、その意識でなんか叩いてこうよりやっぱ寄り添ってくれる感がこう感じてくれたっていうのはかなり優しかったです。そうですね、やはりこうね、こう歌をやっぱしっかりと聴くっていうことがこう大事になってくると思うし、いやほんまに歌ってほしいですもん、なんか一緒に、でなんかこっちのその歌い癖、この人こうやって歌ってるなみたいなのを聞いて、うん、そこでここ出す出さへんみたいなのをやってもらったらもう大好きってなります。なるほど。ありがとう、大好きってなる。尻尾振ってくれますか。なるほど。あ、でもすごい貴重なお話を聞けてありがとうございます。なんかやっぱドラム的にもね、ドラムだけで考えたらやっぱこういうのって分からなくて、本当にドラマーがドラマーに聞いてもやっぱ答えが出ないっていうか、うん、バスラもうちょっと出した方がいいでとか、シンバル出した方がいいでっていうのはやっぱもうドラマーの中の話でしかなかったりするので、まあ、こういうねちょっと実際に歌ってる人から話を聞いて、どういう意識で演奏できたらいいかっていうのが、まあ、僕個人的にもすごく分かったので、はい、すごく勉強になりました。ありがとうございます。はい、そんなことで今後もね、まあ、いつかのちょっとボーカルトレーナーもね、はい、やられたりとか、一応あの YouTube 行くボイストレーニングそうですね、 IQU ボイストレーニングで探していただけたら、はい、やっておられるので、ぜひともチェックしてみてください。はい、そんなことで、ね、いつかん今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあ